タイガースの攻撃は新庄から始まります。ホームラン10本6月の20日東京ドームでジャイアンツの上原からホームランを打って以来ホームランがありません。さんなんとか塁に出てほしいですね。そうですよね、まあ、これだけあの中日がチャンス潰してくれてるんですから、はい、やっぱりここらで本当に追加点がないとね、また同じような恐ろしさと言いますかね、逆転の恐怖、これを味わわないといけませんよね。流れとしては中日に傾きかけて、それを必死に止めてるわけですから。そうなんですよ。今度こっちが押せば追加点取れる可能性は強いですね。いや、そうならないといけないんですけどもね、なんか、まあ、チャンスはあったんですけども入ってませんからね。あ、サインが決まらない。中日が大きなチャンスにちょうど2回の残した、あの逃したんです。4回6回ですね。いや、今度3回目というのはものにされる可能性ありますんでね。その前に1回ね取っとかないと。でも2度あることは3度あるという3回目の正直というのがある。あ、やっぱりね、新庄がねちょっと調子落ちかなと思うのは、今の球ねいい時は振らなかったんですよ、はい、止まってたんですよね。あ、そうでした ね、はい、あの打ちに行くんですけども止まったんですよね、やっぱり今出てしまってますから、少し調子が落ちてきたかなという感じがしますね。バッターはジョンソン。これは初回のツーベースです。昨日と比べると状態が非常に自然体で立ってますね。いいですよね、この構えは。ただ、まあ、選挙眼の方がね、はい、今までと 今まであのだいぶこうかがんでましたんでね、はい、クラウチングスタイルっていうんですかね、かがんでましたのを起こしましたから、はい、果たしてストライクゾーンがどういう風に見えてるかですね。見極めがね、はい、ボールです。前だったらストライク言われてるかもわかんないですね、かがんでると。なるほどね。でも今立ってるとやっぱりジョンソンはかなり大きいですからね、それと野村監督も言ってました、まあ、足も長いけどスタンスも広すぎるよなって言ってましたけどね。あ、そうですね、かがんでる時は広かったですから、空振り。やっぱこういう空振りがね、私はちょっとしばらくの間は多くなるんじゃないかなと思うんですよね。あ、まあ、これはあの仕方がないですね。ホームを変えればあの景色が随分変わりますんでね、でも構えはいいですよ、このほうが、はい、そしてなんとなくあの自然体ですっと立たれた方がピッチャーも威圧感というか、俺はありますよね、ありますよね、これだけの体をしてるわけですからね、しばらくの間あの見極め悪くなると思いますよね。ファウルです。理想を言えばこういうところで長打ホームランというのが外国人選手に要求されるところですよね。春先と言いましても、4月の末から5月にかけてはこういう時に出てたんですよ ね、 出てましたね。しかも逆風をついてね。そうなんです。
ールカウント 2-3 ファールです。今日の甲子園は3万3000人のお客さんです。右中間、関川が取りました。ちょっと詰まりましたね。詰まりましたか、わずかですけども、やっぱりあの体がこう少し折れますよね、その分だけの詰まりかなっていうのを感じしますね。このまま回ってたら多分入ってると思います。 これでキュッとこうあの左肩が下がりますよね、はいはい、その分だけバットがまあ遠回りすると言いますか、その分だけ詰まったような感じで押し当たりですね。でもあの、まあ、こういう形のまんまジョンソンがこれであの立ったまんまでね、あの体を軸にしてスッとあの同じように回れたら怖いですよね。まあ、結果はセンターフライに倒れましたけども、こういう場面でピッチャーに与えるプレッシャーというのは大きいと思いま す、ね、ありますよね。今のも怖いですよね、武田はヒヤリとしてるわけですから ね今のはやられたと思ったでしょうね。しかしこうなるともうどんな形でもいいから1点追加という、そうじゃないと治らないような気がするんですよ。これ考えてみたらまだヒット5本ですからね、中日の方も4本ですよ。いやこれ4対5ですからね、まだあと 2,3 本のヒットがどういう場面で出るかによって形勢はガラッと変わりますから、はい、まあ、武田もね1回2点取られて今6回まで来てるわけですからね。そうなんですよね、だからなんかあの悪いかなと思ったんですが、はい、意外に打たれてないというような感じなんですよね。 そうですよね。セカンドゴロ、立浪。さあ果たして2対0とタイガースリードしていますが、残る3イニングでどんなドラマが生まれますか。